はいはい、今度はですね札幌アメリカで売ってる札幌ビールですね、はい、これいただきます、はい、いきますはい注ぎますねこれ日本あのビールねアメリカで売ってるのね「アサヒサッポロキリン」 サントリーはないんですけど、売ってないんですよね。サントリーだけは売ってない、アメリカで。で、その中でどれが美味しいかなって、僕いつも思うんですけど、日本のビールを飲む思ときに。アサヒビール、札幌ビール、キリンビール。で、僕はさ札幌一番日本のね、帰ったとき、エビスビール好きなんですよね。あれ、札幌出してますよね。エビスビールね。で、エビスすっごいプレミアムうまいんですよね。で、 なんかね、札幌が一番うまいのかなと思うんですけど、でも最近キリンも間開けて飲んでみたら結構なんかうまくなってるなと思ってね。で、キリンは黄色いですよね、色がね。で、札幌はちょっと茶色っぽいんですよ、色が。微妙にね、そうね、キリンは黄色いけど、札幌こうやって見ると色が、さっきね、乗せたんですけど、キリンね。 ブラウンですもんね札幌ねで札幌が一番僕アメリカでこの日本のビールの中では一番美味しいなぁと思ってたんですよでちょっと飲みますねうんうまいですよ、うん、だけどなんかキリンがねさっき飲んでうまかったですよね 意外に札幌うまいなぁと思ってたけど、キリンがちょっと挽回してますね。なんかキリンがね、最近うまくなってるなぁと思いましたよ、アメリカで。うん、まあ、うまく、うん、まあまあですけどね、札幌もうまいですけど、僕前までは札幌が一番日本のビール、アメリカで売ってるのでは札幌一番かなと思ったんですけど、 キリンがちょっと満害してますね、今ね。なんか味がうまかったでしょ。キリンの方がちょっと。微妙に札幌よりはキリンの方がうまかった。うん。まあやっぱ味はやっぱり嘘言えないですからね。うん。キリンの方が前まいかもわかんないね。今時点、この、今現状で売ってるアメリカでのビールだよね。 朝もうまいですスッっきり。うまいっすよね。朝もうまいっすけど。うん、評価微妙だな。難しいですよね。はい。札幌ももっと頑張ってほしいよね。もっとうまくなってほしいな。札幌。期待を裏切らないでほしい。裏切らないでほしいね。はい。札幌でした。 うまいですよ札幌もね